ボノーラは1878年にイタリアフィレンツェで創業した革靴のブランドである。イタリアで最も古い靴メーカーの一つと言われている。創業当時はビスポークが中心であったため一般市場に流通することが少ない幻の靴と呼ぶことがあった。ボノーラは革裁断から仕上げのポリッシュまでの200近い工程を一人の 熟練職人が手作業で生産していたため、生靴数は、週6足程度であった。2002年より、前まで、ウエルトの仕上げを手作業で行っていたが、リブがついた、グッドイヤーウエルト製法に移行した。過去にあった、一時的な倒産までは、ハンドメイドシューズの生産業者として有名であったが、従来とは異なる商品を販売するようになった。ボノーラのデザイナーが、 英国人であったことから、ブリティッシュクラシコとイタリアンエレガンテを兼ね備えたデザインの靴を製造している。過去にジョン・ロブの靴の製作を受け負っていた。ボノーラが製作していたことがあるのは、フィリップ、マッタ、エディライン、およびドデロの K4 モデルである。1980年代にビームスが扱っていたが、価格調整がうまくいかず、日本市場から撤退している。 1990年代に他社が取り扱いを再開したが、その直後に一時倒産した。ザワールドオブシューズボノラ。ありがとうございます。